んにちは、鈴木ブースの澤野です。これより東京オートサロン2016鈴木ブースの展示車両をご紹介いたします。まずはこちら、まもなく発売予定のイグニスをベースにしたイグニスウォーターアクティビティコンセプトは、海、湖でカヌーやフィッシングといった大人のアウトドアライフを実現できるカスタマイズカーです。続いてあちら、ハスラーの遊び心をより高めたハスラーラフロードスタイル、本格的なアウトドアシーンへ行動範囲を広げることができるカスタマイズカーです。そして新型アルトワークスをベースにしたアルトワークス GP は、二輪最高峰のレース MotoGP に参戦し、高いパフォーマンスで観客を沸かせている GSX-WR をイメージしたカスタマイズカーです。この他にもブース内には RJC カーオブザイヤー、日本カーオブザイヤー、スモールモビリティ部門賞を受賞したアルトシリーズに新たに加わった新型アルトワークス、マイルドハイブリッドを搭載した新型ソリオバンディット、新世代四輪制御システムオールグリップを搭載した新型エスクードなど、スズキの純正パーツでカスタマイズされた個性あふれる車をご用意しております。ぜひ皆さん、スズキブースへお越しください。ありがとうございました。